ちは、ゆっぱりです。それではメンバーそれぞれも自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、ほっかりちょまんです。やったー。こんにちは、ほっかりひゃくちんです。やったー。こんにちは、ラブバンドしてるチャンです。チャンゴー。こんにちは、リダミヌです。じゃあこのシングルのちょっと説明の方をお願いいたします。今回の僕たちの新しいシングルオリオの中にははい、ここには全部4曲が収録されます。4曲入ってます。おー、はい、タイトル曲以外に3曲の収録曲があるので、はい、収録曲が、はい、はい、はい、まず先ほどの曲きっと山恋の画面、きっとやまない恋の画面、今歌ってくれたやつですよね。はい、そうです。レディエフの曲です。ラフィングの曲、はい。そしてダイヤモンドは僕たちと皆さんでたくさん盛り上がる爽やかなダンス曲です。ダイヤモンド、はい。そして今回のシングルの、はい、唯一なハラの曲、オノクロムです。オノクロムは別れた恋人を思いながら歌う新しい感情のドラム曲です。なるほど。シロム曲も、はい、たくさん聴いてください。はい、ありがとうございます。タイトル曲、はい、お、タイトル曲、タイトル曲、ウォーリアーと説明できたいんですけど、いつもこれちょっと僕実はチャンヨンさんのこれウォーリアーと説明してください。はい、ちょっとチャンヨンさん以外にウォーリアーと説明してください。当たり前だよ。反省っちゃう。いけますよね。じゃあ、極人さん。あ、難しい。説明ちょっと待って。どういう曲か。強いピッツのかっこいいダンスがあります。かっこいいダンスの曲。ありがとうございます。じゃあ、終わりですか。終わりですか。ゴリラが。ゴリラ。あります。はい。彼女を。お、彼女を。バミルームクラブに。あ、チャミルさんお願いします。オリオは、彼女を守り抜くためにオリオの遊戯中くなれるという昔のパワーオブデアのタイプな曲です。ありがとうございます。今回のシングルは、夏に、すごく似合うという、似合うと次の曲の紹介も